皆さんおはようございます。おはようございます。立山に新しい風を皆さんと起こしたいと活動しております、市議会議員の室敦美でございます。日曜街頭演説、マンボウ期間中また延期になりましたので、しばらくは自宅からのネット配信といたします。今日は今オリンピック皆さんテレビで見ていらっしゃるかと思うんですけど、そこで感じたことで人口を減らさないための一つの手段として、皆さんみんなが自分らしく生きられる、そんな社会を作っていくのが実は大事なんじゃないかと思ったので、そのことについてお話をしたいと思います。オリンピックですごく感動することとして、誰もができないことに挑戦するとか、本当に自分らしいことをプレーをしたいとか、そういった言葉が結構目立っていました。それで本当にトップクラスで活躍するような方というのは、そういう、高みを目指しているだけではなくって、自分のやりたいことを自由にできる、そんな環境を求めている人も多いんじゃないかなと思います。以前感じたんですが、ノーベル賞とかそういうのを取る方、日本人でもたくさんいるんですけど、残念ながらその中でも日本では研究できなくって海外で研究するっていう方が非常に多いなと思っています。でそういう方々が言うには、日本では自由にできないことが多い、そんなことを言ってますし、そこまでいかなくても翻ってこの立山に来て私も思ったり、いろんな方から話を聞くんですけど、自分の好きなようなこと、自分がやりたいことを本当にできているか、そういうことを追求しようとした時に、いろんな圧力がかかってなかなか自由にできない、そんなことで立山を出てしまうっていう人も実は多いんじゃないか。でそういう人材っていうのはとても力のある人材を実は逃がしていることもあるんじゃないかなと思っています。私の場合なんですけど、ちょっと変わった育てられ方をしまして、人と違うことをしなさいっていうことをいつも言われました。同じことをしてちゃダメだから、なんか違うことを考えてやりなさいっていうことをいつも母から言われていましたので、そういうことが身についてしまっているじゃないかなと思うんですけど、どちらかというと特に田舎に来ると人と同じじゃないといけない、違うことをして目立つと叩かれるからとか、この間も言ったことがあると思うんですけど、風が悪いっていう言葉はすごくよく使うんですけど、人と違うことをやるといろんなことを言われてしまうから、あまり目立たないようにしなさいよ、そんな圧力が非常に強いっていう話を先日若い人たちからも聞きました。東京で勉強していろんな人と会って力をつけて帰って、せっかく帰ってきたのにいろんなことをやろうとするとそういうふうに言われて困っているっていう話も実は結構聞いてるんですね。それでも帰る家があるとか立山で何かしたいっていう強い意欲があれば立山でも頑張ろうっていう気になると思うんですけど、そうではない人だとどうしても、そう自分にやりたいことができないならやれるところに行こうということで、ここを出てしまっている人も本当にたくさんいると思います。それが実は若い人たちの閉塞感につながっていって、人口が少なくなるっていうのは皆さん寂しいことで、それが何とかしてほしいっていうことをよく言われるんですけど、実はそういった精神面といいますか風土というか、そういうところも変えていって自分らしく生きるっていうのは簡単なようで実は難しいっていう地域になってしまっているなと思います。私がいろんな活動しているのも、自分でやりたいことをやっていろんなことを言われることもあるんですけど、それでも自分がやりたいから続けていって、それを、誰から何言われても特に気にせずできる性格だったらいいんですけど、そうじゃない方の才能を流出させているということであればすごい損失だなと思っていたりします。今回、いろんなオリンピックの選手の活躍を見ていてすごく感じたことですので、有能な人材を立山に呼び込むっていうためには、
自分らしく生きられる、それして、いろんな活躍をしている人をみんなで応援していく、足を引っ張るんじゃなくって、あ、こんなすごい人がいるねとか、そういう社会にしていく。そしてまあよく言われますけど、多様性を認めるっていうのはそういうことで、まあ、いろんな人がいていいし、いろんな人がいた方が、人類としても生き残れる。同じような人だけ集まると、生き残れない。まあ、突然変異、人類は突然変異を繰り返して、ちょっと変わった種があるからこそ生き延びれるっていうこともあるので、まあ、人口を減少対策としてはそういった風土作りも非常に大切なんじゃないかなと思って、今回の、オリンピックを見ながら考えました。ちょっとコロナで皆さんもあちこち出かけられなくって、視野が狭くなりがちですけれども、まあ、こういう時に自分を鍛える方法として、まあ、テレビだけではなくって本を読んだりとか、まあ、ちょっと知識を入れる、あるいは自分が今までやってこなかったことにちょっと挑戦してみる、まあ、そんな機会にしたらいいかなと思っています。個人的には今、いろいろ発信してるんですけど、先週もお話ししました超小型電気自動車コムスに体験乗車ということで乗り始めています。これも実は私だけではなくて皆さんもあまり知られていなかっただけで、もちろん環境に優しいということもありますが、それだけではなくって経済面も見ても非常に、コストカットになるということで、知られてないからあまり普及されてないんですけど、それを知った人はどんどん乗り始めてるかなと思って、いろんなメリットを知ると皆さんもちょっとそれいいなっていう風になるんじゃないかと思いました。昨日も、2人で暮らしていて1人1台なので家に2台あるけれども、じゃあ1台は必要だけどもう1台はこのコムスでいいんじゃないかっていうことをお話しされてました。購入費用もだんだん下がってきてはいるんですが、まあ、定価でだいたい80万円ぐらいで、補助金がついて20万円ぐらい安くなります。でそれだけではなくって維持費用で、ミニカー扱いということで車検とか税金がかからない、それだけでもかなりの、経済面のメリットがありますし、あと、まあ、ガソリンじゃなくて電気代ということでだいたい5分の1にはなるかな、燃費ですね、まあ、そんな感じなので普段の日常使い、館山市内を走るぐらいでしたら時速も40キロ以上、まあ、出ますし、充電も100バルトの充電源、家庭用の電源で取れて夜充電すれば 40、50キロは走れるということですから、まあ、普段の買い物ぐらいだったらこれでいいね、まあ、そんなことを言っている方もたくさんいらっしゃいました。まあ、新しいことをいろいろやってみるっていうことを日々心がけていますが、まあ、これからの時代を考える上でもそういったことも皆さんに共有したいと思います。ただ、まあ、この電気自動車が普及してくると今度はガソリンスタンドとか非常に苦しくなる業界もあると思います。でも、まあ、この流れはおそらく止められないことなので、次の時代を見据えて何か新しい事業とか新しい取り組みを考えなくちゃいけない、まあ、そういう危機感も必要かなと思っています。そろそろ3月議会の準備が始まってまいりました。来週通告質問の締め切りがありまして、次回3月の1日2日に一般質問の予定になっています。3月議会もまたちょっと傍聴ができなくなる、このマンボウがまた延長されたので、まあ、そういうことになりそうですけれども、またネットなどで皆さんにいろんな情報を発信していくので見てご覧いただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。また来週も元気にお会いしましょう。